ちは、ドラマー平岡孝則です。本日はソリッドなパターンですね。シャープに叩くと、ソリッドな方っていうのはやっぱりすごく疾走感が出るという形で、これがすごく面白いんですけど、まあ、80年代の、まあ、ディスコが流行った時代ですよね。まあ、こう4つ打ちのテン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 っていうビートは、まあ、結構ね、僕のイメージは結構こうしならせて、割とこうレイドバックさせて叩いてるようなイメージなんですけど、それがどん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 90年代とかになっていって、ハウスビートとかね、同じような4つ打ちを使われてるんですけど、まあ、そうなっていくとすごくビートがソリッドになるんですね。もう全くこうルーズなところがね、ツッ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 っていう形にどんどんこう変化して、それもこうなんていうんですかね、こうビートがどん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 こう年代によって変わっていくのがすごく面白いなと思うんですけど、でまずこうしならせるっていうのが、まあ、レイドバックさせるという形なんで、まあ、僕が分かりやすく使い分けているのは、まあ、本当にこうストレートに落とす、こういう形ですよね。で、まあ、動画の方でも見ていただけたら分かるかなと思うんですけど、ちょっと結構斜めにちょっと切るようなイメージでこうソリッドなビートを出したり僕はするんですけど、まあ、もちろん縦もいきますけど、横ちょっと斜めに叩いたりとかする形ですね。まあ、逆に言うと、しならせないという形ですね。ソリッドな音を出そうと思うと結構スピードがこう必要になってくると思うので、こう僕がよくやってた練習っていうのは、風の音が結構聞こえる、こういうね、ストロークをすごくこう速くしていく、まあ、シブとかでいいんだけど、これをこう合わせて、まあ、ちょっと筋トレみたいな感じなんですけど、これをちょっとやってもらって、で、まあ、ビートを叩くときは、まあ、そういうのを忘れてもらえる、こうちょっとこうストレートで速く切るように叩いてもらう、っていう形でソリッドに叩いてもらうと、ビートはすごくこう疾走感のあるビートになってくると思います。ではご覧ください。今回は、しならさずにまっすぐ落ちるストロークビートをやっていきたいと思います。まっすぐ落とす、まっすぐ落とす、足は、ヒールアップ、そうですね、かかとをこう立った状態でアタック音をこう強く出すようなイメージ。ちょっと僕は結構こうシャープなソリッドなというか、はい、そういうこう切れたビートを出したいときはこう斜めにこう切るような形を結構使ったりするんですが、はい、